タンと申します。ご視聴いただき、ありがとうございます。チャンネル登録、高評価していただけると、嬉しいです。難易度上級で、リスタートなしのクリアを目指します。出陣武将と装備、道具の一覧は、概要欄もご確認ください。動画は倍速です。前回の頃、国の戦いから、装備と道具の変更は、できずに連戦です。セーブは可能です。出撃メンバーに諸葛亮がいません。作戦で諸葛亮は死亡したことになっているからです。芝居は諸葛亮が死亡したと思ってるので強気に攻めてきます。脅威が陣内に戻ると言いますが戻りません。長玉以外は全軍で前進し、敵の全滅を狙います。敵は、北西と北東と東に分かれて布陣してます。芝居の本体は、北東にいます。神秘がいます。元炎章の家臣です。懐かしい。東の敵は、歩兵と弓が多く、混乱が厄介かも。味方は北上します。今回の戦いは、特殊で芝居がいる北東の敵に主力を集め、序盤から芝居以外を攻撃します。脅威は、北東の敵に突撃するので、堅固で守備を上げます。芝居は、移動力が低いので、あまり前進しません。趙雲と韓非と脅威を先行して、北東へ向かわせます。趙宝と馬趙は、北西の敵の壁にします。楊乱は、北西に向かい、趙宝と馬趙のフォローします。義援と観光は、東の敵の壁にします。趙玉は、安全な場所へ移動。加工派が豪華を使ってきました。豪華はダメージ大きいので注意です。観光が混乱、北西の敵は騎馬だけなので、策略が来ないので、殴り合いです。楊乱は回復で経験値稼ぎ。
砲塔は東の敵のバックアップをします。砲塔で観光の混乱を回復。北東の敵は芝居まで遠いですが、早めに突破したい。寛平の大火流で敵を削ります。軍師も多少攻撃しないと芝居に届かないかも。馬隊は東のフォローにします。急いでる時に限って2回攻撃が出ません。芝居が初めて対策の策略を使いました。混乱ができない時は対策を優先するのでしょうか。芝将も対策です。義援が混乱を回避、ナイス。4ターン目、芝氏が食軍の不自然さを察知し、追撃の中止を提案。芝居はあっさり提案を受ける。脅威が過去を歯を倒す。ナイス。寛平で北東の敵を混乱しましたが、大火流か大豪華で攻撃の方が良かったかも。東の敵は順調です。東は馬隊と砲塔で回復します。北西の敵は洋蘭が回復します。芝居が前進し、こちらが2部隊混乱。対策は、策略による被害を減少させるのですが、混乱にも有効なのでしょうか。混乱以外の策略は決まっても気にしません。
北西の敵は残り1部隊。北西の回復が追いつかないので、馬隊を向かわせ回復。観光が各和洋撃破。砲塔は回復で経験値稼ぎ。義援が2回攻撃で超攻撃破。ナイス。北東は、まずは、味方の混乱を直します。官兵が、芝居の混乱に成功。ナイスすぎる。芝居の混乱は、しばしの瀬領で回復しぬか喜びでした。諸葛亮は生きていた。6ターン目に諸葛亮が出現します。慌てる芝居は退却を開始。芝居が北東の砦に逃げると戦闘が終了します。敵を全滅したいので芝居が砦に入るのを防ぎたい。北東は趙雲の混乱を直すより敵の撃破を優先。これで、芝居も左が空いたのですが、ミスをします。官兵をスペースに移動せずに混乱を仕掛け失敗。脅威を、芝居の隣に移動させようと思ったのですが、脅威が芝居と隣接すると、一騎打ちで戦闘が終わります。官兵を芝居に隣接して、官兵のいる場所に脅威を移動させるべきでした。馬超を操作ミスで攻撃せずに待機してしまいました。馬隊と要覧は回復で経験値稼ぎ。芝居が北東の砦に逃げ始めました。ここで趙雲の混乱を回復。北西の弓を撃破、芝居以外は残り3部隊。ここで、官兵の大豪華で攻撃。これで、北西の敵を全滅。馬超は、北西の戦利品を入手しに移動。北東は、芝居がどんどん逃げます。間に合うのか。両家がしばしを撃破、ナイス。趙雲が神秘を撃破、残る橋場所。
官兵衛で芝居を混乱、聞いてくれ。芝生派混乱しましたが、芝居は混乱せず。脅威で芝生を倒し、北西は芝居だけになりました。馬長で、北西の戦利品を入手、強い防具です。東の敵は、まだまだたくさん残ってます。芝居さえ逃がさなければ、ターン数は余裕があるので、じっくり倒していきます。諸葛亮は、芝居の元へ移動。芝居は、次のターンで砦に着きそうです。味方を先に砦に移動させたかったのですが、無理でした。脅威を芝居に隣接させないように移動して混乱。混乱失敗。今度は、官兵衛で芝居を混乱。官兵衛の混乱が成功、ナイスすぎる。官兵衛の混乱が効かなければ、芝居が砦に逃げ、戦闘をやり直すところでした。でも、芝居が1ターンで混乱から立ち直るとやり直しです。北東の官兵衛と脅威と諸葛亮以外は、東の敵を倒しに移動します。情報が2回攻撃でワンパン。騎馬に転職してよかったかな？馬長も東へ向かいます。敵のターンで芝居が混乱したままでした。これで、芝居の砦への逃亡を防げました。趙雲は、芝居の包囲のために北東へ戻します。官兵衛と諸葛亮で芝居を囲み、脅威を砦に移動しました。東の敵を倒すまで京忠は暇なので、諸葛亮に剣をかけ経験値稼ぎします。東の敵が南下し始めました。東は狭いので、渋滞してます。
長雲も千葉に隣接させ完全包囲しました。千葉が混乱から回復するも何もできず、東の敵はやっと広い場所で戦えます。補給できる部隊は回復で経験値稼ぎ、これで東の敵も全滅しました。残るは芝居のみ。ここでまたミスをします。諸葛亮の一歩南に戦利品があったのですが、取るのを忘れました。戦利品は回復の肉だったので良しとします。脅威を芝居に隣接させると一騎打ちです。芝居すら一騎打ちの固有グラがないんですね。芝居を倒すと、生存者に経験値35のボーナスが入ります。芝居が砦に逃げた場合、経験値ボーナスが入りません。とにかく、芝居を砦に逃がさない戦いで大変でした。